ハンティントン・ライブラリーハンティントン・ライブラリーはアメリカ合衆国カリフォルニア州サン・マリノに位置する教育研究機関。もともとは鉄道王と言われた実業家ヘンリー・ハンティントンの邸宅だった建物で、現在は図書館、イギリスの肖像画や18世紀のフランス家具などのコレクションで有名な美術館、北米随一のテ鉄が栽培されている植物園がある。 ヘンリー・ハンティントンと、妻、アラベラの邸宅だった建物で、ハンティントンが死去した、翌年の1928年に、北カリフォルニア発の公共図書館として開放された、エレスメア装飾写本、カンタベリー物語の、騎士の章1ページ目図書館には、気候本や、装飾写本などが豊富にコレクションされており、グーテンベルク聖書、ジェフリー・チョーサーの代表作、 カンタベリー物語のエレスメア装飾写本といった歴史的、美術的価値の高い書物がある。また、第16代アメリカ合衆国大統領、エイブラハム・リンカーンに関する数千の文献が所蔵されており、その中には、リンカーンの友人で敬語官も務めたウォード・ヒル・ラモンの書簡も含まれている。これら寄稿本と装飾写本は、 アメリカ合衆国で最も頻繁に研究目的で利用されており、図書館に所蔵されている。装飾写本はおよそ650万冊、寄稿本は100万冊を超えている。世界で唯一、ハムレットの初版4つ折り版を2冊所蔵している図書館で、ベンジャミン・フランクリンの、フランクリン時代に思考、ヘンリー・デイビッド・ソローの、森の生活総工7枚、ジョン・ジェームズ・オー・デューボンの、 アメリカの鳥類、チャールズ・ブコースキー初版本など多くの貴重な書物が保管されている。青い服の少年座、ブルーボーイ、トマス・ゲインズ・バラ図書館はこれら貴重な書物を一般公開することがある。実際にはこれら、もろく貴重なコレクションの閲覧は非常に制限されており、博士号取得者か少なくとも PhD 試験合格者で二人以上の著名な 学者の推薦状が必要とされている。ハンティントンライブラリーの研究部署は、毎年多くの短期、長期研究者を受け入れている。美術館のコレクションは18世紀、19世紀のイギリス、フランスの芸術家の作品と、18世紀から20世紀初頭のアメリカの芸術家の作品を中心に構成されており、展示内容を変更しながら、一般公開されている。 所蔵されている有名なイギリス絵画として、トマス・ゲインズ・バラの青い服の少年、トーマス・ローレンスのピンキーが挙げられる。アメリカの絵画では19世紀のアメリカ人風景画家、フレデリック・エドウィン・チャーチのチンボラ像、ハリエット・ホスマーの彫刻、ゼノビア・イン・チェーンズなどがある。1999年にハンティントン・ライブラリーは、サンフォード、ヘレンのバーガー夫妻が収集していた。 ラファエル全パに属するデザイナー、ウィリアム・モリスのコレクションを入手した。このコレクションには、ステンドグラス、壁紙、織物、刺繍、ドローイング、陶磁器、2000冊以上の書物、オリジナルの木版などで、モリス紹介とその前身であるモリス・マーシャル・フォークナー、紹介が制作した、モリスのインテリア作品の完全な記録が含まれている。これらの収蔵品は、 2002年に開催された、モリスの展覧会、クリエイティング・ザ・ユースフル・ザビューティフル」の根幹となった。ハンティントンライブラリーの植物園は敷地が約485,600平方メートルで、世界中から収集された珍しい植物で構成された様々なテーマガーデンがある。テーマに沿った12以上の庭園が存在し、オーストラリアガーデン。 カメリアコレクション、チルドレンガーデン、デザートガーデン、植物研究温室、デザートガーデン、ハーブ園、日本庭園、水蓮チ、ノースビスタ、パームガーデン、バラ園、シェイクスピアガーデン、アネッタイ、ジャングルガーデン、中国庭園が現在開放されている。植物研究温室には、熱帯植物と、食中植物の豊富なコレクションがある。また、広大な、 敷地内にはユーカリが植林され、オーストラリアのアウトバックが再現された場所もある。ハンティントンライブラリーには絶滅危惧植物の保護、繁殖のプログラムがあり、1999年、2002年、2009年には、世界最大の花で7年に一度しか咲かない、スマトラ王コンニャクが咲いた。世界有数の規模と、古さのサボテンなどの多肉植物のコレクションの多くは、 ヘンリー・ハン・ティントンと庭園の責任者、ウィリアム・ハートリッチが、北米、中米、南米の各地を旅して収集したものである。植物学的に最重要の庭園の一つで、ハートリッチの構想から生まれた、デザートガーデンの膨大な植物コレクションは、1900年代になるまで無名であり、正当な評価を受けなかった。砂漠気候に適応した多の植物の、 コレクションを保有するデザートガーデンは徐々に著名となり、その5000種以上のコレクションにはサボテンなどの多肉植物、葉、茎、根に水を溜めることができる植物が含まれ、現在では世界で最も優れたコレクションとなっている。庭園は映画などのロケーション撮影の場所として使われることがあり、以下はその映像作品である。ありがとうございます。